どうもドラマーの陽介です。いつもご視聴いただきありがとうございます。前回は我が家での開封動画を前編後編と2本に分けてお届けさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。大変お待たせいたしました。今回の動画はもっと詳しい深いところまで陽介的視点でマニアックかつ、より深いところまで皆さんに分かりやすくお届けしたいと思っております。はい、この動画は今8月に撮影しているんですが、先月7月に行われた YouTube 生配信でですね、その場でいろいろ操作をしながら解説はやらせていただいたんですけれども、一貫性行き当たりばったりだったり、良さが全然伝わってなかったなとちょっと若干反省の意味も込めて、今回はしっかり内容を要約して皆さんに少しでも見やすく分かりやすい動画にしてありますので、最後まで動画のご視聴ぜひよろしくお願いいたします。今回の動画のメニューはこちら。では早速参りたいと思います。皆さんその前にグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。はい、それではモジュールの部分から早速見ていきましょう。やっぱりまずはこのモジュール、パッと見ただけでこの画面のタッチパネルのところですね、非常に大きくそして見やすくなっております。その他ここちっちゃいノブがあります。これもこの細かいその場で、キットボリュームだったりですとか、前まではねフィジカルフェーダーでこう上げ下げするのがほとんどだったんですけども、今回はこのノブになってるというところですね。モジュールとして大きな特徴が、じゃあまず、モジュールの設定のところからいきましょうか。ギアのマークから、モジュールの今の最新のファームウェアアップデートされた状態で今 1.1.0 ですね。 Wi-Fi もつながるようになってたりですとかで、 Wi-Fi があると何がいいかというと、常に、ネットとつながっているのでファームウェアアップデートの情報が常に更新されるという。で、MIDI の設定、これはもう本当にUSB とつながるので僕はあんまり使ってないんですけども、でハードウェアのスクリーンの、オフになる設定ですとか、僕はネバー消えないように設定してるんですけども、これぐらいで1分2分5分10分とかね変わるようになりますよっていう設定ですとか、そうですね、アウトプットの設定ができたりですとか、数箇所アウトプットの端子があるのでそこの設定ですとか、やっぱり一番はこの Wi-Fi Bluetooth 設定ですね。あとは後ろに SD カードスロットル、 SD カードを読み込めてそれぞれのねキットの設定ですとかプリセットを自分で保存できたりですとか、あと USB の端子タイプ A タイプ B それぞれ2つついてます。で当然 MIDI 端子もついていますので USB だけじゃなくて MIDI ケーブルも挿すことができます。 SD カードスロットルもついております。前回のストライクキットから変わりはないんですけども、でやっぱり一番はこのキットのボタン1個でこうねタイトルで見やすくなってたりですとか、あとはこう、その場で、こうプリセットを見てこう決定ボタンがあったりですとか、これで今選択されているキットがこれだっていうのが一目で分かりやすくなっております。ね、ちょっとよく見るとキックとかスネアとか文字でもそうなんですけども、こうアイコンがついてたりとか、シンバルのシンバル、ハイハットとかライドとか、これも非常に分かりやすいです。エフェクトのチャンネルですとか、アウトプットの端子、フェーダーだったりチャンネルをその場で選択することができます。ストラタプライムのモジュールのこのタッチパネル画面、タッチするとこの画面の左下に何の楽器かっていうのもすぐ一目で分かるようになっています。で BFD ダークファームをほぼ僕は使ってますね。
これ自分の今プリセットで組んだセットなんですけども、ハードロックヘビーメタル志向の方だったら必ず気に入るようなプリセットが皆さん組めると思いますので、 PFD ダークファームキットからプリセットオリジナルで組んで使っています。はい、続きまして BFD の音源についてのお話を少ししていきたいと思います。そもそも BFD とはっていう話にはなるんですが、知ってる人は知っている有名なメーカーなんですけれども、正直僕はあんまりよく知りませんでした。名前だけは聞いたことはあったんですけれども、今回インミュージックのグループファミリーになったという、きっかけもあり、そして僕はインミュージックのファミリーの一つであるアレシス使ってます。で、ギターではケリーさんもおなじみのヘッドラッシュペダルボード、こちらもインミュージックファミリーなんですけども、そこに BFD もメーカーに加わったということ で当然親和性の高いアレシスと BFD がマッチするということで、このモジュールに搭載されたということで、まあ一言で言いますと、リアリティを徹底的に追求した革命的なアコースティックドラム音源ということだそうです。 BFD は1999年英国ロンドンで設立された音楽ソフトウェアおよびソフト音源メーカーで、ドラム音源界に革命をもたらしたと言われています。世界中のプロデューサー、ミックスエンジニア、ソングライター、エレクトロニックドラマーに選ばれています。なぜ選ばれているかというと、ズバリ圧倒的に高音質、そして生サンプル録音にこだわったリアリティ、まあ、いわゆる、まあ、電子ドラムもそうなんですけれども、シミュレーターとしてドラムのこの音に似せた電子的な、音に、シミュレーションしてドラム音源ってできてるんですけども、この BFD に関しては生のドラムセット、ドラムの音、シンバル、まあ、含めパーカッションもそうなんですけども、その録音をしっかり丁寧にされたサンプリングデータというところなので、まあ、これ電子ドラムで叩いてますけどマジでリアルです。で、40ギガを超えるコンテンツ、全75キットがこのアレシスストラタプライムのモジュールの中に入っているということなので、まあ、とにかく高音質な電子ドラムですけど生ドラムを叩いている音がそのまま鳴っているということになります。はい、モジュールの中の音源の説明をしていく前に、まず BFD の音源の凄さ、歴史とクオリティについてのちょっとまず解説させていただきました。それでは BFD について振り返りいただいたところで、まあ、実際の音、個人的に気に入った、もうすでに内蔵されているプリセットのキットを元にですね、5つのプリセットをご紹介させていただきたいと思います。では早速ご覧ください。
はい、いかがでしたでしょうか。プロアマ問わずですね、ドラマーの方はもちろんなんですけども、最近ですと DTM ドラマーの方も、まあ、YouTube で動画更新だったり、曲作り、されている方は非常に多いと思います。まあ、そんな方々にね、この動画で参考になったよと、思っていただいた方はぜひチャンネル登録と高評価ボタンぜひ最後によろしくお願いいたします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。